絵画から紐解く400年の歴史、ルネサンス時代からモネ、シャガールまで、秋を彩る西洋絵画の旅へ、宮崎県立美術館でいよいよ11月3日まで。当美術館のコレクションはですね、3万点ございます。で、3つの大きな柱がございまして、西洋絵画、そして日本美術、それから写真コレクションと、こうあるわけなんですけれども、西洋絵画はルネサンス時代から17世紀、18世紀、19世紀、いわゆるオールドマスターの時代と呼ばれている西洋絵画の主な主流の流れをですね、一望できるコレクションとなっておりまして、日本の美術館の中では数少ないコレクションになっているかなと思いますね。西洋絵画のですね、巨匠が輩出した国々の16世紀から20世紀まで、この各時代のですね、巨匠の名前をですね、大体こうなぞっていくことができる、そういう内容でしょうかね。ルネサンス期から18世紀頃までは絵画の注文主がいまして、そのお金を払ってくれる人、その人の注文に応えて絵を描くというですね、それが19世紀後半になってきますと、自分の描きたいものを描くというですね、いわゆる現代のアーティストと同じ構造が生まれてきますのでね、その時代時代のその社会の背景とか、どうやってその絵が作られたのかっていう、その経緯をですね、知るとより一層ですね、興味が湧くかなと思いますね。西洋絵画の教科書を実物で見る、まさにその旅っていう言葉、象徴的なワードだと思うんですけれども、西洋絵画といってもいろんな国のいろんな画家がいます。皆さんの好きなのはバルビゾン派、印象派以降のですね、近代美術を好きな方もたくさんいらっしゃると思うんですが、もっともっと古い時代からいろんな画家が活躍していて、そういう各国各時代 のいわゆる観光名所を訪ねて歩く旅行のような気持ちでですね、この国のこの時代はこんな人がこんな絵描いてたんだっていうのをですね、旅するような気持ちで展覧会を見ていただけたら嬉しいなと思ってますね。17世紀でいうと、チャールズ1世に仕えた、アントニー・バンダイクというですね、肖像画家がいます。で、ナポレオンが登場して最後は皇帝になってしまいますけど、皇帝になる前の一時期活躍していた頃の肖像画の代表的なアイコンとしてですね、アルプス越えのボナパルトってのがあるんですね。これも新しい時代を象徴するプロパガンダとしてのですね、広告のようなイメージ、それから自分の描きたいものを描くようになる印象派の時代では、ルノワールは黄色い麦わら帽子の女性を描いたり、モネは睡蓮を描いたり、その独特の境地をですね、深めていきますね。こういったところを見比べてみると面白いと思いますけど、今回展示している作品のほとんどはですね、東京富士美術館の常設展示室にいつも飾ってあるもので、ここに来なければ見ることができないという、その一つのこの束縛を解いてですね、日本全国を旅するというですね、これからは私たちはその日本全国の皆様にいろんなところでダイジェスト版を見ていただきたいという思いからですね、このような形を組んでいただきました。ですので、東京八王子に来なくとも近くで見られるということで、しかもあんまり難しく考えずにですね、400年の美術を旅する気持ちでふらっと訪れていただけたら嬉しいなと思っております。絵画から紐解く400年の歴史、
ルネサンス時代からモネ、シャガールまで、秋を彩る西洋絵画の旅へ、宮崎県立美術館でいよいよ11月3日まで。